次回どうもみのです、本日はですね、ジャンル見取り図解説していく企画、後編ということでね、もう早速本題いきたいと思いますよ。前回はね 20s ぐらいからまあ 60s までね語っていったということで、今度 70s いきたいと思います。一番上上段ですね、ハードロック。ハードロック来ましたね。ロックをねもうより大音量で重たく、そしてまああるいはまあ早く演奏していくみたいな、そういう感じのアイディア、すげえざっくりですけどね、からね、まあ派生したジャンル、もともとはサイケで、そういうね音楽やってたまあ一群がいて、それをよりね、拡大したって感じのジャンルですね。ジミー編、ゼッペリンとかディープアップとか、この辺はまあ本当初期のアーティストですね。まああるいはクラプトンって入ってるけど、まあクリームのことでしょう。ACDC とかもそうだし、あるいはまあホワイトスネークとかね、ちょっとこれはまあ後半 80s とかになってくるけど、そういうのもいたり、アイアンバタフライ、これはまあサイケのバンドだけど、まあサイケの中でもハードな音楽やってたってことでですね、スコーピオンズとかもいるけど、ちょっとじゃあハードロックとヘビーメタルの違いについて、話しましょうか。まあここね、ちょっとまあ曖昧な部分もあるんだけど、なんつったらいいかな、ハードロックからヘビーメタルにリニアに進歩したっていう風に言った方が分かりやすいですかね。日本だとよくあの HR/HM つって、まあハードロックヘビーメタルみたいな感じでね並べて語られたりもするけど、まあ割と似てるっちゃ似てるんだけど、ヘビーメタルの方がより重くて速いみたいな感じを持ってもらえたらいいと思います。めっちゃざっくりですけど、はい。例えばまあここね、ブラックサバスが一番上に来てるけど、ブラックサバスがもう本当にこうなんか重たい音楽の追求みたいなのやるんですよ。でそこがまあヘビーメタルの原点みたいな感じで語られること多いですけど、でそっからですね、まあイギリス勢、ジューダスプリースト、アイアンメイデンとかね、このあたりはニューウェーブオブヘビーメタルみたいな感じでね、サブジャンルだけどそういう風に言われたりもするんだけど、あるいはレインボーとかも入ってますね、モーターヘッド。バンヘイレンはどっちかというとハードロックに入ることも多い気もするんだけど、まあその辺がちょっと曖昧ではありますね。まあハードロックからヘビーメタルみたいな流れがまああると思ってもらえたらいいと思います。まあただでも 70s でも 80s でもハードロックっぽい、メタル2よりハードロックだよねってバンドもいるんだけど、まあこの辺はちょっと言葉で説明するよりも聞いてほしい、説明が難しいです。続いてパンクロック。パンク前もね深掘りする動画出しましたけども、まあハードロックとかそうだし、まあプログレとかね、そういうちょっとなんか複雑化していく音楽に反発してですね、よりシンプルな、よりエモーショナルな音楽をやりたいと、まあそういうバンドが出てきました。アメリカで最初起こってイギリスに輸入されるっていう形ですね。ラモンズ、パティスミスとかね、セックスピストルスダムドとか入ってますね。そしてまあリバイバルもねありました。はい、 90s でアメリカでって書いてあるけど、まあちょっとなんか後でポップパンクっていうのが向こうにあるから、なんかなんでここ分かれてるかよくわかんないんですけど、パンクロックね、重大なね、出来事でしたね。ロックがロックによってね倒されるというね、まあそういうのがまああって、続いて今度ポストパンクっていうのがここにありますね。パブリックイメージリミテッド、これセックスピストルズ解散後すぐジョニーロットンボーカリストがね結成したグループで、あとまあキュアとかジョイディビジョンとかね、書いてありますけど、ポストパンクでちょっとね言葉で説明しにくいんですよね。この後オルタナに接続されてますけど、まあこの辺を広くねオルタナティブって言っちゃうケースが最近だと多い気がします。はい、まあオルタナの説明はちょっと後にしますが、はい、ポストパンク、あの下のニューウェーブとかもそうだけど、まあパンクから出てきたよりメインストリームじゃない、音楽をやってた人たちが、それをこう発展させてった音楽ぐらいに捉えてもらっていいと思います。今度じゃあ下にスタジアムロックってなりますね。スタジアムロックっていう言い方は結構海外っぽいかな。あんまりこっちだと言わないかもですね。アリーナロックとか言ったりするけど、ライブサーキットをするときにですね、会場がもう毎回野球場とかさ、なんかそれぐらいの規模感でやってたアーティストのこと、まあそういうのに共通の音楽性があったよねみたいな感じで言って、入ってると思うんだけど、はい、まあクイーンとか入ってますね、ジャーニー、ゼッペリンも入ってる、キスとかね、うん、まあこの辺スタジアムロックって海外だと言ったりしますね。まあ日本だと産業ロックが一番捉え方としては近い気もするんだけど、まあ、ジャーニーとか入ってるし、REO スピードワゴンとか、ただでもゼッペリンとかってそこに入るかなっていう感じだから、なんかこう若干指す範囲が違うのかなと思います。はい、続いて下ソフトロックってありますね。ソフトロックが多分一番日本と海外で指す範囲が違います。ここだとですね、エルトン・ジョンとか、まあビリー・ジョエルとかね、まあそういうピアノロック系の人とか入ってるけど、まあだから割とポップロックよりなロック、うん、誤解がないように言うとね、割と親しみやすい音楽やってたロックアーティストをこの辺に海外だと入れることが多いんですが、国内だとですね、60年代中頃ぐらいからのビーチボーイズとかがやってた、もうより緻密な、
アート思考のそういった音楽に影響を受けてる人たちのことを指すことが多いと思います。あのミレニウムとかそういうのをソフトロックっていう場合が多いと思うんだけど、うん、まあ、ここはちょっと、国内外で指す範囲が違いますね。続いてサザンロックってここがあります。アメリカ南部で、ね、起こった、まあ、ジャンルで、まあ、ロックの中でもよりブルースっぽさとかね、まあ、スワンプっぽさみたいな、そういうところをね、追求してたバンドですね。レナード・スキナード、オールマン、ジージートップとか入ってますけど、こういうのも出てきます。よりルーツ思考って感じですね。今度ディスコ。ディスコはあの70年代後半ぐらい。これ多分ファンクと接続してるかな。ファンクからこう来てると。まあ、ディスコ、めっちゃ簡単に言ったら四つ打ちのリズムですね。トン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 ってこうキックが鳴っててズン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 みたいな。じゃあざっくりの説明になっちゃうな。はい、サタデーナイトフィーバーね、ジョン・トラボルタとか有名ですけど、まあアバとか入ってますね。まあアバもまあ一時期ですけどね、ディスクやってたらドナサマーとかね、ファンクをよりなんかクラブとかでみんなで踊るみたいな方向でね、進展してったのが、まあ、ディスコって感じですかね。今度じゃあ、上行ってダブ。ダブは、レゲエから発展したジャンルです。レゲエのスネアの音とかに、すっげえ深いリバーブとかをかけて、タンっていう音を、タン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 、みたいなトリッピーな感じの味付けにしたのをダブって言います。これもね、ここの段階では結構マイナーかもしんないんだけど、今の今までダブのイディオムっていうのは影響力強いですよね。で、今度フュージョンってなります。ジャズと、まあ、ロックのクロスオーバーみたいなね、当時行ったりもしたけど、まあそういう中間にあるジャンルですね。マイルス・デイビス。まあジャズのね、もう本当に王様、マイルスが楽器をね、エレキに持ち替えて、まあ彼自身トランペットだけど、ワウペダルとかも踏むみたいな、そういう感じになってきてですね。まあファンクとかロックとかその辺をね、もう混ぜ合わせた、もうまさにフュージョンした音楽をね、まあやっていたと。まあハビシュのオーケストラとかもそうですね。続いて、グラムロック。これはあのロックがもうよりショーアップしてって、きらびやかな格好、内容もちょっと歌詞とか大敗的だったり、なんかそういう感じの方向性にね、行ったと。そういう一群のアーティストもいました。デビットボーイ、ロキシーミュージック、スレードとかね、入ってますね。まあ T-Rex を俺はここにぜひ加えたいですね。彼はね、非常にグラムロックの成立に大きな貢献をしました。このニューウェーブっていうのがあります。これ多分パンクから接続してるかな。パンクからこう来てニューウェーブですね。パンクっていうののこのまあ、大義名分、ジャンルの大義名分が旧世代の打倒だったから、やっぱりチャートでてっぺんとか取るともうやることなくなっちゃうわけですよ。そうなった時にまあ、彼らもともとオルタナティブな音楽をねやってた人たちだから、それをより推し進めたアーティストたちですね。トーキングヘッズとかね、ブロンディとか、まあ、彼らもともと本当に初期パンクのバンドだけど、ニューウェーブのね方向に行ってより活動していくと。まあシンセとかね出てきたりとか、よりダンサブルになったりとかね、まあそういう感じですかね。すげえざっくりですけど。ちなみに補足なんですけど、アメリカでパンクがてっぺん取るってことはなかったんですよ、当時。まあイギリスでね、ピストルズとかが商業的成功を収めますけど、アメリカではね、まあついにパンクがメインストリームにね出ることはなかったわけですね。まあ90年代にねある男がそれを成し遂げるんですけども。80s はこんな感じ。かなり多様化してきましたね。はい、じゃあ今度、ちょっとそのままパンクつながりで 80s、ハードコア行きましょうか。ハードコアはですね、まあパンクの持ってた精神性を、まあ、継承して、まあ、より発展させたって感じ。音像で言うとより高速化して、よりなんか暴力的にっていう言い方もできるかもしれないけど、うん、そういう風に発展した、まあ、ジャンルです。精神性とか結構面白くてですね、例えば僕たち絶対、ドラッグやりませんとかいう立場がいたりとか、そういうなんかそれぞれが、心情を持っててグループを作ってて、そしてもう手売りでね、チケットを売ったりとか、まあ、インディー精神とかその DIY 精神みたいなものがこの辺で本当にね、どんどん発展していくんですけど、まあ、そういう、ムーブメントがありました。特にアメリカね、首都ワシントン DC で人気だったムーブメントですね。まあ、この中にそして、ミスフィッツってのがいるんだけど、これがまあ、ホラーパンクみたいな感じで言われるんですよ。これ結構ね、ミスフィッツは、特筆しておきたい、まあ、非常に影響力の大きいバンドなんですが、ミスフィッツからじゃあ今度飛んでですね、下、サイコビリーっていうのがあります。ここね、50s からツーッと線伸びてきて、ロカビリーからね、ここに来てるけど、サイコビリーっていうのがあって、まあ、サイコビリーって、まあ、80s にこのロカビリー由来の音楽をやってた人たちなんだけど、サイコって書いてあるからちょっとなんかサイケとつながりあるんかって勘違いしがちなんですが、そうではなくて、まあ、ミスフィッツとかそういうねちょっとホラー要素を持ってたバンドからの影響で、言い換えたらホラーロカビリーみたいな感じの内容なんですよね。うん、まあそういうジャンルも人気でした。今度、ゴシックロック、まあこういうね、まあさらに、パンクから派生した、まあポストパンクからかな、より、ね、
厳密に言うと、から発生したジャンルもあって、まあ、キュアとかね。まあ、そういう、なんだろう、まあ、語数。これもね、説明難しいんですよね、音像で言うと。うん、この辺は本当に説明がむずい。まあ、なんか語数っぽいファッションってあるじゃないですか。なんかこう、黒を基調としてて。まあ、このキュアのね、ボーカルの方とかも、リップをもう、このなんか、はみ出すぐらい塗ってて、みたいな、そういう感じのね、まあ、イメージが結構、今までね、真似してる、なんかアメリカのティーネージャーとか多いと思うんですけども。はい、この辺。ポストロックっていうのもありますね。これも本当に説明しにくい。まあ、なんかこういうのをね、もういろいろ総称してもオルタナって言います。もうめっちゃざっくり。オルタナティブロック、これね、もう範囲広いです。シクスティーズで言うとこのまあ R&B ぐらい範囲広いですが、もうオルタナでもこの辺もみんな入るわけですよ。まあヒップホップとかはちょっと入んないけど、まあ、オルタナはまあ本当にだからオルタナティブ、代わりのって意味ですよね。メインストリームのもう商業的に売れてる音楽を目指すっていうよりは、よりなんか独自のことをやろうっていう感じの人たちです。まあ、この辺もだからやっぱパンクの精神性を、まあ、継いでるって感じですよね。で、まあ、80s、ここね、REM とか、レッチリとか、ソニックユースとかね、まあ、こういうの入ってますけど、まあ、この辺はもう、ほんと商業的な成功もしてって、なんか、オーバーグラウンドでも活躍します。まあ、なんか、バチクソになんか、チャート1位取りまくるみたいな感じになるのも、ちょっと、後の話なんですけどね。で、ちょっと激しい音楽行きましょうか。上、スラッシュメタルってあります。現代でメタルっていうのを、まあ、イメージするとこの辺の音楽なのかなと思いますね。もうちょっと前のセブンティーズのメタルとかっていうよりはこの辺の方が多分今のイメージに近いのかなと思います。まあ、ジューダスとかメイデンとかも結構そういう近しいものあると思うんだけど。スラッシュメタル。まあ、メタリカの成立で話したら一番簡単だと思うんだけど、メタリカのメンバーはこのイギリスのですね、さっき話した、ニューウェーブ・オブ・ヘビー・メタルというね、バンドの、まあ、グループ、ジューダスとかアイアン・メイデンとかそういうのに影響されて、で、それからさらに、ハードコアの持ってたこの高速性と暴力性みたいな接続するんですよ。これが非常に面白い着眼点。もうより早くより激しいメタルをってことでこうできたジャンルですね。まあメタリカ、スレイヤー、メガデスとか入ってて。なぜか四天王のね、もう一組アンスラックスが入ってるんで、パンテラが入ってると。下に、またメタルありますね。グラムメタルと。はい。グラムロックから来てるけど、グラムメタル。まあグラムメタルってあんまり日本だと多分言わなくて、LA メタルですね。大体。うん。まあヨーロッパとかちょっと LA のバンドじゃないけど、まあモトリークルガンズとか入ってますけど。まあこのあたりが後々ちょっとね、オルタナ勢から攻撃される対象になってしまう悲しい運命を背負ってるんですけども、まあ、この辺はめちゃくちゃ商業的に成功します。はい、80sはもう本当にグラムメタルとやっぱりオルタナが強い時代だったと思いますね、ロックの中だと。で、今度、オールドスクールヒップホップ、まあ、オールドスクールラップって書いてあるけど、まあ、ラップがだんだんこの辺で成立してくるよと。80年代前半って書いてあるけど、正確には70年代後半ですね。ファンクでね、まあ、もうよりリズムを強調した R&B が出てきたけど、それを今度コラージュ的な発想で切り張りですよね。だからサンプリングすると、このドラムビートだけを切り取ってその上でまあ、MC ラップをするっていう感じでまあ、始まったまあ、ニューヨークから始まったジャンルですけど、この辺から出てきます。この辺ではもうまだまだね、本当にこのマニアックな、サブカルチャーって感じなんだけど、まあ、今もう本当にヒップホップのね影響力人気も絶大ですからね。はい、意外と40年以上歴史があるという、はい、この辺でまあ出てきますね。で、今度ニューエイジって下にあるけど、まあこれもなんかロックのリストでニューエイジここなんか入ってちょっと取ってつけた感じなんだけど、まあヒーリング系の音楽って言ったらまあめっちゃ雑だけど分かってもらえるかな。ちょっとアンビエント感があって、まあエンヤとかこん中だとめちゃくちゃ商業的に成功してますけど、癒し系みたいな、すいません、めっちゃ雑な説明で。はいはい、続いて、パワーメタル。パワーメタルはニューウェーブオブヘビーメタルのね、まあこのセブンティーズのメタルバンドが持ってたなんかもうみたいなハイトーンの感じと、スラッシュメタルの持ってたこの速さ、まあ、そこから融合して、まあ、できたサブジャンルって感じですね。まあ、この辺になってくるとね、もうメタル、まあ、さっきも言ったけど本当にサブジャンルたくさんあるから、まあ、パワーメタルがここでバーンってね、なんかこのちょっと紹介されてるのもまあわかんないんですけど、ここでね接続されてるのが次はフォークメタルってあるか、まあ、そういうちょっと流れで語りたいんですかね、この画像は。目指そっかな、プロゲーマー。じゃあそのままフォークメタル行きましょうか。まあ、フォークメタル、このね、コルピカラーニとかね、有名ですけどね、悪名高い変わった放題ばっかついてるバンドってことで。これは、北欧の平岸的な宗教、まあ、土着のなんか文化とも、もうすげえざっくり言い換えることもできるんだけど、まあ、キリスト教が入ってくる前のなんか自然信仰みたいな、そういうのとメタルが結びついたみたいな感じで、めちゃくちゃざっくり捉えていいと思います。はい。これもごく小規模なジャンルだと思うんですけど、はい、こうい
ういう、なんだろう、グランジとかと比べたら。じゃあ、グランジ行きましょう。グランジこれまた大きい、ムーブメントでしたね。はい。まあ、ニルバーナがね、カート・コバイン率いるニルバーナがですね、もうパンクをオーバーグラウンドでやって、まあ、成功します。はい。アメリカでついに、パンクが、政権を取るわけですね。で、さっき言ったこの辺のグラムメタル、LA メタルあたりが、まあ、攻撃対象と、まあ、不幸にもなってしまい、まあ、ちょっとプロパガンダめいたところもあると思うんですけども、はい。で、そういうのを打倒して、この辺がね、チャートを席巻してたのが、もう一気にグランジ勢、オルタナ勢ばっかり売れるみたいな状況に、なります。はい。まあ、グランジっていうのは、まあ、でもね、オルタナの中でも、この、より狭い範囲で、まあ、シアトルから出てきたバンド中心に言うことが多いですね。まあ、ニルバーナ、パールジャム、マッドハニー、サウンドガーデン、アリス・イン・チェインズ。はい。この辺をグランジって言います。まあ、グランジがこの最初に爆発的に売れて、そして、で、そっから、まあ、ソニックユースとかも、オーバーグラウンドで売れるようになるよ、みたいな流れですかね。オルタナが、オーバーグラウンドに来ると。で、ちょっと遅れてですね、今度ブリッドポップってのありますね。はい。まあ、80s でスミスとかストーンローズとか入ってて、まあ、これをブリッドポップに含むかはちょっと議論の余地があると思うんですけども。はい。まあ、オアシスとかね、まあ、レディヘイもブリッドポップなのか、ミューズとかコールドプレイもブリッドポップなのか、ちょっとこれ怪しいな。オアシスとかね、ブラーが本当に代表的なんだけど、まあ、イギリスで、ね、まあ、起こった、ムーブメントで、まあ、これもね、ピンポイントでこういう音楽性っていうの難しいんですよね。オアシスに関しては結構、保守的なサウンドで、うん。ビートルズとかにね、影響を受けた、そういう、なんか、リバイバル的な側面とか持ってたけど、まあ、ブラーとかはかなりね、オルタナティブな曲とかもやってて、まあ、もちろんオアシスもオルタナティブなね、側面あるんですけど、はい。まあ、他にも、まあ、パルプとかね、そういうたくさんブリッドポップのバンドいるんだけど、ちょっとここには載ってないですね。そして、じゃあ今度またイギリスつながりで、トリップホップってのありますね。これも90年代前半のイギリスと。これはヒップホップの、まあ、ビートの感覚、まあサンプリングされたビートの上でロックやろうみたいな感じ、まあオルタナをやろうみたいな感じですかね。マッシブアタック、ポーティスヘッド、トリッキーとか。まあアーティスト数そんなにいないんですけど。続いて、ポップパンクってここありますね。まあパンクのリバイバルぐらいに捉えていいと思います。グリーンデーとかね、ブリンク182とかね、オフスプランシド。バズコックスがここに入ってるのマジおかしいですね。バズコックスセブンティーズのバンドです。そして今度ヒップホップってここにありますけど、まあ、これもなんかオールドスクールのラップと分かれてる意味もちょっとわかんないですけどね。まあこの辺、まあしかもランディ MC とかナインティーズか、ちょっとなんかヒップホップがより、それこそオルタナティブになってきた時代ですね。オールドスクールのヒップホップが、まあ、下地を作って、で、そっからなんかネイティブターンのムーブメントとかね、より変わったことをやるようになってきたぐらい、すげえざっくりだけど捉えてもらっていいと思います。今このムーブメント、まあ、ヒップホップね、もうほんと多様化してきて、まあ、今の今までね、まあ、進化を続けてますけども。そしてこれ最後かな、ニューメタルってのありますね。NU メタルって書いて、ニューメタル。これも、日本であんまり言わない言い方ですね。日本だとラウドって言いますね、このあたり。リンキンとかね、リンプとか、コーンとか、この辺知名度高いと思いますけど。まあ、ラップメタルとかも言ったりするけど。よりなんか、だからこのメタルの音楽性をオルタナ的な部分と接続したっていう感じに捉えてもらってもいいのかなって思います。まあ、だからスラッシュメタルぐらいまでは結構一本軸で発展してたんだけど、こういう風にツーッとなんかね、まあなんか分かれていくようになったよぐらいの感じで捉えてもらってもいいのかなって思います。めっちゃざっくりですけども。ということで、ジャールの見取り図前後編に分けて紹介していきましたけど、いかがだったでしょうか。ちょっとこのね、図振り返ってみてもなんかいろいろなんかおかしいなと思う点もあったんだけど、まあそれなりには、よくできていたと思います。非常にね、なんだろうね、まあ広く浅くっていう感じの内容になってしまいましたが、なんとなくこのね、それぞれのジャンルのまあ成り立ちと発展の仕方、どこがどう繋がってるかみたいなのね、理解に役立ててもらえたらなと思います。はい、そんな感じです。それでは。